藤原の高家の最後、光る君へに学ぶ日本史。子孫からは後鳥羽天皇を輩出。藤原の高家は兄の惟親とともに藤原の道長との権力争いの末、火山法王に矢を射って流罪となった。藤原の高家の最後を詳しく見ていこう。藤原の高家は979年天元2年、藤原の道隆と高階の高子の間に四男として生まれた。天下の嵯峨なものと囁かれた中関白家の御曹司が藤原の高家である。嵯峨なものとは性悪者、荒くれ者という意味で、高家は若い時は手に負えないやんちゃ者だったようだ。高家は弓の腕もなかなかだったらしく、藤原道長が書いた御堂関白記には次のように記述されている。宮中行事の弓場始めでは権中納言がよく言った第一人者であった。よく言ったものの第一は権中納言で、最初の矢を的に当てたと道長は高家の弓の腕を絶賛している。また高家の姉貞子に仕えていた清少納言は枕草子に高家と貞子が会話した時の様子を記している。まだ17歳頃の高家は姉の中宮貞子にめったに手に入らない珍しい骨を手に入れたから、それに貼る最上の紙を探していると話した。貞子にどんな骨なのかと聞かれた高家は、とにかく誰も見たことがないすごい骨だと言い返す。すると清少納言が横合いから、それは骨がないと言われるクラゲの骨ではと会話に加わった。その当意即妙な答えが気に入った高家は、それを自分が言ったことにしてくれと清少納言に言い伝えたというエピソードが残っている。高家はユーモアがある反面、お調子者の性格であったことがわかる話である。一条天皇の世の初めの989年永祖元年、高家は11歳で元服して従五位の下に叙爵死した。そして995年長徳元年4月に権中納言に任ぜられるが、間もなく父道隆が没する。道隆の弟である藤原の道兼が関白となるが、これも間もなく没し、兄の惟親と後継の座を争った藤原の道長が内乱右大臣となった。そのため血気盛んな高家は従者をけしかけて、道長の従者と七条王子で乱闘を繰り広げ、道長の随臣畑野久忠を殺害している。さらに高家は翌996年長徳2年、兄で内大臣藤原の惟親の命令で火山法王の一行を襲い、法王の衣の袖を矢で射抜くという事件を起こしている。この火山法王の不敬事件は長徳の変として、高家は出雲の権の神に、惟親は太宰の権の措置に左遷された。なお高家は出雲の国までは行かずに、病気を理由に田島の国にとどまっている。また兄の惟親も太宰府へは行かなかったが、母の高階の高子が病と知ると京都へ無断で舞い戻っている。
これしかは中宮貞子のもとに身を寄せるが、それを知った一条天皇は腹を立て、検非違使を中宮の御在所へ向かわせる。しかしこれしかは逃亡を企てて愛宕山に潜伏するが、結局太宰府へ送られた。中宮の権威を踏みにじられ、発作的に貞子は自分で自分の髪の毛を切って出家してしまう。それでも貞子を愛する一条天皇は貞子を連れ戻している。やがて貞子は一条天皇の王子と王女を産んだため、これちかと高家は京都へ復帰する。しかし貞子は二人目の王女を産んだ時に亡くなり、道長の娘亜希子が一条天皇の中宮となる。これちかは失意のうちに32歳の若さで逝去している。1019年寛仁3年3月28日、それまで平穏だった日本の壱岐・対馬が一転して突然に無残な殺戮と略奪の舞台になった。正体不明の船50隻が現れ、猛スピードで海岸に近づくと、一隻には5、60人が乗っていて、上陸後は100人ほどが一帯を作った。太宰の権の措置となった藤原高家は、この九州を襲った土肥の入港と呼ばれた事件での活躍で有名となった。高家は総指揮官として指揮して勇敢に応戦し、侵入者を撃退した。次に土肥は高麗沿岸を襲うが、高麗の水軍に撃退され、拉致された300人ほどの日本人が保護されている。日本人の捕虜を送還してくれた高麗の使いに対して高家は褒美を与えるなどの適切な処理を行い、名声を高めている。さらに高家は和歌の才能もあり、御周囲和歌集に2首、新古今和歌集に1首作品が収録されている。また漢詩集本朝霊僧にも高家の漢詩が残されている。その後道長や藤原の実助とも良好な関係を続けた藤原の高家は1044年寛徳元年66歳で逝去した。高家が死去した翌年に、高家の息子義頼と常助が揃って権中納言に上っている。常助の六代後には後鳥羽天皇が出るなど、高家の家系は再び日本の中枢に復帰している。